余市町出身の宇宙飛行士毛利衛さんの偉業をたたえ、1998年に建設された余市宇宙記念館。その毛利さんが地元に何か貢献したいと、今回名誉館長に就任しました。毛利さんは日本人科学者として初めて宇宙から地球を観測するなどの活動を行ってきました。今日の就任式典では、宇宙から見た現代社会の課題について講演を行いました。これからいろんな発信をこの宇宙記念館を含めてですね、させていただきたいと思います。今後、毛利さんは宇宙飛行士としての経験を生かし、運営や展示内容についてのアドバイスを行うということです。